ホセコロなどは、スペイン・マドリード出身の俳優。2017年のゴヤ賞1999年には、カルロス・サウラ監督作、ゴヤの演技で、ゴヤ賞助演団優勝に、初めてノミネートされた。2002年には、ボックス507の演技で、ゴヤ賞助演団優勝に、再びノミネートされ、フォトグラマス・デ・プラータの映画団優勝を受賞した。 2011年のエンリケ・ウルビス監督作、悪人に平穏なしは、2012年9月にラテンビート映画祭で日本初公開され、2013年にはヒューマントラストシネマ渋谷で一般劇場公開された。2011年には悪人に平穏なしの演技で五夜賞主演男優賞を受賞した。2013年にはマラガ映画祭のマラガ賞を受賞した。 2013年のロストボディでは、フォトグラマス・デプラータの映画団優勝を受賞し、シッチェス映画祭ファンタスティック・セレクションで日本公開された。2016年のスモークミラーズ1000の顔を持つスパイとバンクラッシュは未体験ゾーンの映画たち2017で日本公開された。2017年のインビジブルネスト悪魔の証明はシネスパニョラ2017で、 日本公開された。ありがとうございます。